2月5日日曜日丸亀ハーフマラソンが行われますが注目の大学生の選手を8名紹介していきたいなというふうに思います私も学生時代一度だけ、ね、走ったことあるんですけれども記録が狙いやすい記録の出るコースですのでぜひ注目してい,いきたいなと思いますけれども、えー、早速紹介してまいります1人目は駒沢大学1年生の山川拓馬選手を紹介させていただきます全日本大学駅伝4区で区間賞箱根駅伝は山登りの5区を走りまして区間4位 箱根駅伝のオール優勝のゴールテープを切った姿、非常に素晴らしかった、素敵だったと思います。そして全日本も区間賞ということで、まあ、平地も強い選手なんですけれども、何よりも山川選手の特徴としては、まあ、中学生時代から知ってるんですけれども、外したレースをまず見たことがないんですよ。まあ、それぐらい強さがある、うまさがあるのが山川選手の良さなんですよね。ただ、ハーフマラソン、平地のハーフマラソンで、 どれだけ走れるというのがまだ未知数なんですよねただそれさえも楽しみではあるんですけれども箱根の山登り成功したとは言っても箱根の、ね、山登りは最後の5キロ下り坂ということで下りを利用しての21キロ20キロだったので、まあ、平地で、ね、押し切る強さという部分でどういうふうに走るのかが非常に楽しみでもありますし山川選手の進化が問われるレースなのかなというふうに思います、まあ、スタミナ型の選手なので距離適性という部分では問題ないと思うんですけれども 3分切りのペースで2 1キロ平地を走り切れるかどうかというところが注目なのかなというふうに思います。続きまして、青山学院大学2年生、若林博樹選手を紹介させていただきます。都道府県対抗男子駅伝3区で区間2位と構想した若林選手。昨シーズンは大学三大駅伝解禁賞だったんですけれども、今シーズンは故障の影響で三大駅伝一度も走ることできませんでした。まあ、悔しさをね、味わったと思います。 それでも1月の都道府県対抗男子駅伝3区、エース区間の3区でね、えー、塩尻和也選手が区間賞を取りましたけれども、そんな塩尻選手と1秒差の区間2ということで、大復活を果たした若林選手、まあ、非常に楽しみな選手なので、どれだけ戦えるのか、そのあたりに注目したいなというふうに思います。持っているポテンシャルは間違いありませんからね、えー、そこを発揮できるかどうか、 若林選選手手のの走りに注目ですす続ききまましてて中央大学1年生たを紹介させていただきます箱根駅伝1区で区間4位、出雲駅伝は5区で区間2位ということで、大学1年生ながら安定感抜群のため池選手。出雲駅伝は3位入賞、箱根駅伝は準優勝に大きく貢献されました。ため池選手の特徴としては、長身、えー、かなりね、身長は高いんですけれども、体幹も非常に強くて、ビシッと、 まっすぐな姿勢で安定して走れる選手なのかなというふうに思います。箱根駅伝の1区、スターターも構想してくれました。まあ距離的にもね、いけるのかなというふうに思います。箱根の平地の1区でしっかり走れましたから、丸亀のコースだったらね、間違いなくいけるのかなというふうに思いますけれども、あとはこれだけ豪華なメンバーが揃いましたから、 実業団選手を含めてどれだけ戦えるのか注目しております。まあ1キロね3分切りのペースでも、間違いなく終盤まではね、しっかり走れると思いますから、そのあたりをね、期待したいなというふうに思います。続きまして、創価大学4年生の島津雄大選手を紹介させていただきます。卒業後は、実業団の名門、GMO への進路が決まっているということで、非常にこれからもね、応援していきたいなと思いますけれども、 箱根駅伝元10区で区間記録保持者そして昨年の箱根駅伝は4区で区間賞を取りましたただ今年最後の箱根駅伝は足に痛みが途中でね生じてしまったということで苦しい走りになってしまったんですけれどもその後に行われました都道府県対抗駅伝復活の走りを見せてくれましたアンカー区間で、えー、区間7位と構想そして東京都の銅メダル獲得に大きく貢献されました、えー、何人かねランナー抜いてのメダル獲得ということで非常に素晴らしかったです まあ実は島津選手ね、長い距離を得意としている,いるんですけれども、1万メートルも普通に強くて、創価大学のね日本人最高記録も持っているだけあって、トラックのスピードもある選手ということで、非常に楽しみにしておりますし、長い距離をねしっかり戦ってくれるんじゃないかなと期待しております。東京マラソンにもエントリーされているということで、これからねますます楽しみな島津選手が、 まずは丸亀の舞台でどれだけ走れるか注目しております。続きまして、中央大学3年生の中野翔太選手を紹介させていただきます。箱根駅伝3区で区間賞を取った中野選手。都道府県対抗駅伝も3区を走ったということで、まあ、ほとんどね、休みもなく、今回のハーフマラソンに臨む,臨むのではないかなというふうに思いますから、そういった意味では安定した結果は残せるはずなのかなというふうに思います。まあ、今回のね、ハーフも記録を狙えるコースではありますし、 箱根の3区も下り基調ということで、ま、記録がね、出やすいコースではあるんですけれども、そういった中でね、スピードに乗れれば、高タイムも期待できるのかなというふうに思います。1万メートルの自己ベストは28分00秒ということで、28分フラットの記録を持っております。中央大学記録を持っている中央大学のエースがね、どんな走りを見せてくれるのか、ま、ポテンシャルはトップクラスだと思いますから、そういった中でどれだけ戦えるか注目しております。続きまして、城西大学3年生の 山本優選手を紹介させていただきます箱根駅伝山登りの5区を走りまして見事区間新記録をマークした山本選手平地も普通に強いです1万メートルは28分25秒21の自己ベストを持っておりまして28分台前半の力はある、えー、ランナーでありますし1月に行われました都道府県対抗男子駅伝7区アンカーで区間4位と構想されましたもう持ってる能力はね高い選手なんですよね上りの強さ 精神力の強さそしてタフさも持っておりますし平地の能力も高い選手ということで学生トップの順位をね狙う勢いもあるの選手なのかなというふうに思いますまあ安定感もありますし平地も走れますからそういった中でどんなパフォーマンスを山本選手が見せてくれるか注目です続きまして駒澤大学2年生篠原幸太郎選手を紹介させていただきますハーフマラソンの自己ベストは1時間01分01秒 昨年2月に出しました全日本実業団ハーフでの記録ということで持ちタイム、スピードそして実績を考えても今回実業団選手ひっくるめて優勝してもおかしくない選手でもあるのかなというふうに思いますそしてこの1年大きく成長した一番成長した部分でいうと我慢する力が身についたのかなと思います昨年の全日本実業団ハーフでは1時間01分01秒をマークしたんですけれども中盤、我慢することできずに仕掛けてしまった前に出てしまって終わってみれば失速してしまった 61分も結果としては切ることができなかったということで終わった後に、ね、大八木監督に怒られている姿もありましたけれども、まあ、そういった中で今シーズン全日本大学駅伝は5区箱根駅伝は往路の3区を走りましていずれも区間2位と区間賞は逃したものの冷静に対応したえしっかりまとめ上げる大人のレースができたのかなというふうに思いますそういった部分を見ると大きく成長した1年だったんじゃないかなと思いますしもともとはスピードランナーということで今回もしっかり我慢して 力を蓄えて後半勝負に徹することができれば実業団選手を倒して優勝してもおかしくないのかなというふうに期待しておりますので篠原選手の力を見せていただきたいなと思いますそして最後は中央大学2年生の阿部春樹選手を紹介させていただきます箱根駅伝山登りの5区を走りまして見事区間3位2年連続箱根駅伝の5区を走りまして構走してくれました今回は往路準優勝のゴールテープも切ったということで えー伸び盛りの選手でもありますし平地の走力もある1万メート m 2 8分台の記録をね大学1年生の時からマークしているということで非常に力がありますそしてスタミナだけはではありません出雲駅でもね初優勝を狙った中央大学スピードランナーがいる中で阿部選手は出雲駅伝も走りましたタフさそしてスタミナ我慢どの部分をとっても学生一級品のね トップクラスの力を持っている阿部選手がどんな走りを見せてくれるか注目です。ということで今回の動画は今週末2月5日日曜日丸亀ハーフマラソンが行われますが注目の大学生選手8名を紹介させていただきました箱根駅伝大学駅伝で大活躍した8名が今回はどんなパフォーマンスを見せてくれるかそして相手は実業団選手ということで是非ね実業団選手に立ち向かう強気な姿勢を見せていただきたいなと思います。 丸亀ハーフマラソン大学生から目が離せません。以上。